吉田さん勇気の代理人ですか。勇気の代打でしょうね。吉田さんが言いたかったのは。まあ,あ、勇気はね、私もある方ですね。勇気っていうか、度胸っていうかねあの。いちいち腹くくるわけですよ。<laughs> まあ、でも、逆かもしれないです。もしかしたら。最も臆病だから、このままでとどまっていることが恐ろしいっていうかね。最も臆病だから、金がないことによる選択肢が選べないことに恐怖を感じているとか。 うんだから最も臆病だから人生の時間に有限であることに怯えているとも言えますよね。やべえもう時間がないっていつも危機感があるんですよね。だ怖いからやっているってところがあるかと思いますんでどっちから見るかですよねなんか勇気があると見るのかないと見るのか。まあ私は自分では勇気がある方だと思うんですけどもある意味それは失われていく自分の残り時間の少なさに気づいているからかもしれませんね。だから あの逆に勇気のある人っていうのは残り時間少ないけどまあいいかって思える大胆さかなと思うんですよ。自分の状況がやばいことに気づいていても何もしないでやっていけるぐらいの肝の太さがあるっていうことですかね。まあこれも逆説ですね。パラドックスでございます。いってらっしゃい。